九州大学21世紀プログラム課程の古澤みのりです。身近なものから科学や技術の知識や面白さを知ってもらいたいと思ってこの作品を作りました。私たちが何気なく描いている絵や文字というのは実はいろんな決まり事の中で成り立っています。このロボットを組み立て動かしてみることで私たちの手や脳がいかにすごいかが分かるかもしれません。作品を作り動かすことを通して物理やものづくりの世界を覗いてみてほしいと思っています。 X 座標、Y 座標といった座標の考え方をもとに図形や文字を書いていきます。身の回りの乗り物や家電、工作機械などにもこの考え方は使われています。一見難しいように思われるかもしれませんが、簡単な図形や文字をこのロボットで書くことによって理解がしやすく、また将来に役立つと思います。幼い頃からものづくりに興味があったのですが、高校の頃所属していたマルチメディア部でマインドストームに出会いました。当時は WRO に出場したり展示用のロボットを作ったりして毎日楽しく過ごしていました。楽しみながら学べるというのは最も大きなメリットだと思っています。モーターやセンサーが動く様子を見てワクワクする気持ちがいつの間にか学びにつながっているという点で、私が触れた中で最も素晴らしい教材だと思っています。私はレゴマインドストームがきっかけで将来の夢を持ち、それに向かって学んでいます。皆さんには夢や目標はありますか？ある人もまだよくわからないという人も、今はいろんなことにチャレンジしてみてください。もしかしたら一つ一つの小さな挑戦がやがて大きな夢につながるかもしれません。ロボライターが皆さんの夢や目標を応援する一つのきっかけになれればいいなと思っています。